1月25日、セリーグ順位表。中日がなかなか最下位にならないのね。下が打つ役だから仕方なし。ヤクルトもくっそ情けなく負け続けるからな。どっかが負けると伸びない。DeNA が借金2になってるの珍しいな。チュニドラ弱いから嫌い無表情。阪神がこっから6連勝くらいしたら面白くなるんやけどな。チュニドラが負けると立たない定期。巨人に安打坂本ホームラン菅野チュニドラに勝利パターン今シーズン2回目なのくさ。とりあえず巨人広島の一騎打ちか阪神はもう無理やね。チュニドラ金曜日にめっちゃ浮かれてたのに今週終わってみれば2勝4敗って。ドベゴンズを立って何回この流れ繰り返すのかな5回は見た流れ。阪神は松田で広島に勝ち越したのは大きいな。阪神は次のカードも勝ち越さな巨人のアシストしただけで終わるで。もう阪神横浜はこのままの順位でフィニッシュ濃厚だからどうあがこうが無意味だよ。広島残り試合多すぎだろ他のチーム優勝無理やん。